私たちはアミンチュを応援しています。見たよ、カイツブリ。来たよ、僕の街。6時40分だよ。知ったかぶり、カイツブリニュース。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。今、シガー愛が試されるクイズシガドー、シシトビの謎の巻。滋賀県大津市にあるシシトビ、この地名はあるとんでも伝説から名付けられました。それは一体どんな伝説？それではシンキングタイム。答えを探しに大津市シシトビ渓谷へ。それでは聞き込みを開始。もう鹿って書いてるね。そうなんです。獅子って見えない。あ、そうなん。それは知らんな。いや、全然知らないです。聖徳太子が鹿を乗って飛んだって。それらしいお話をゲット。伝説にまつわる鹿の石像が近くにあると聞き、立木観音さんに急行。ここで緊急事態発生。なんと800段の階段を登る必要が。800段の階段を上り、立木観音さんに到着。大津市にあるシシトビ、この地名はあるとんでも伝説から名付けられました。それは一体どんな伝説？伝説について教えていただきました。シシトビ渓谷というところは弘法大師空海が拝見されたものが由来とされています。1200年前に弘法大師さんが須田川のほとりのところにご修行中に参られた時に、対岸の山に光る霊木を見つけられて、渡れずに困っておられるところに白いお鹿が現れて、大師を背に乗せて川を渡られました。その白い鹿というのは実は観音様がお姿を変えられた姿だとされています。
観音様はその困られている人に対して姿を変えられて、いろんな形でお導きくださる仏様だと言われています。霊木の前までお導きくださった観音様に対して弘法大師さんは感激されて、その立ち木の霊木に観音様を彫られたということです。それがこの立木さん の由来となっており、また鹿が渡ったっていう伝説から、その獅子飛び渓谷という由来にもつながっております。答えは弘法大師が白い鹿に乗って渓谷を渡った伝説だったんですね。立木観音さんには今でも弘法大師がその霊木で彫った等身大の観音様像が祀られています。次は会ってくれてありがとうだもん。当たり前が眩しいな、いつもの挨拶に心が晴れる。小さな会社の見慣れた看板、この街はみんなで支えてきたんだな。いつもの風景、会ってくれてありがとう。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。ほんまに嬉しい。涙がこぼれる、ね、お好きな色とかで、やっぱりできるだけ派手なのがいいとか、でもいいと思って買ってきてもね、なかなかね、いやこれはちょっとっていう人もたくさんありましてね、ダメだった時もあるし、それの逆もあります。ミネアといえばエプロン、エプロンはね、なんかいっぱい買ってしまって、このね、ここがゴムっていうのがちょっとミソでね、スポッとこうかぶれるのにね、とても重宝されるんです。私もミネコっていうぐらいで猫が大好きなんで、猫のものがいっぱいです。これも猫ですよね。町のもんやらみんなやってるしね。ほいで今の宮さんの薙刀踊りっていうらしいんですけど、小学校4年生の男の子が祭りデビューします。昔のね、この友禅の柄を、ほんで小学校時代はこう赤いこう袖になって、みんなこう色変わっていくんですね。体型が変わりますから、もうこれで全然ツンツンになっちゃって、だから中学校はこういう感じです。やっぱり田舎の商売はもう大変のですね。もうでもやっぱり伝統だけはやっぱり、まあ今のところでは私とこがなかったらみんな困ってくれはると思うんですよ。小宮さんの3枚分です、はい、でこれが本社さん、はい、ありがとうございます、はい、新人深いわけでもないねんけど、まあ自分が、まあ、住む気の済むように、まあお宮さんでやったりお寺でやったり、まあこういうふうにまた死んでるんですわ。娘が小学校の時にの制服をやってたから買いに行ったりしてたんですよ。でも寮もな、頑張ってやってはるから綺麗やんな。ミネヤのもう必須アイテムでして、もうお茶とお茶菓子、まあお茶菓子ない時もあるんですけど、そういう時はお客さんがね、お茶菓子持って来てくださるんですよ。とりあえず笑って喋って、面白かったって言って帰ってほしいなと思っててね、まあ服は買ってほしいですけど、その前にまあ喋ってもらって、他愛ないことを、それがここの店のまあ特徴です。
ミンチュは滋賀の保育士さん不足解消を応援します。保育士の皆さん、保育士を目指している皆さん、滋賀で一緒に保育しませんか？滋賀には魅力あふれる保育園がいっぱいですよ。滋賀で一緒に保育しよう。ここは大津市の松の実保育園です。子どもと保護者と保育者が共に育ち合うことです。子どもたちの成長が間近で感じられることがとても嬉しいことです。昨日までできなかったことがこっちがこう伝えていくことでこうできるようになったというその瞬間がとても嬉しいですね。テレビドラマで男性保育士がドラマがありまして、それに憧れて、ドラマの世界ほど日々楽しいことばかりではないんですけども、すごくやりがいがあるのでやってよかったなと思います。本物を子どもたちに伝えるっていうことですね。ご飯の食器一つにしても陶器の食器を使ったりとか、薪ストーブとかも火の温かみを子どもたちに伝えてあげるとか、そういうことで本物をすごく取り入れてます。落としてしまったら割れてしまうっていうのも子どもたちそこから学んでいってもらいたいなと思って取り組んでます。滋賀県大津市、平安時代から京都に抜ける滋賀の山越えと呼ばれた古道は園児たちの散歩コース。百穴古墳群や高さ 3.2 メートルの大仏、そしてマイナスイオンいっぱいの金銭滝など見どころもいっぱいです。とてもやりがいのある仕事です。子どもたちからも日々パワーをもらって元気になるので、一緒に働きましょう。滋賀で一緒に保育しよう。今日のエンディングはこちら。生まれたてのこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。見逃し配信やってるで。ウェブアミンチュで。